こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は不動産の投資法のお話です。転売で儲けてですね、不動産買いたいですという方も、ちらほらいらっしゃいますし、やっぱり動かす商品が高きゃ高いほどね、転売は刺激的というか、儲かるときでかいし、手間もかからないんで、細かいの売るの性に合わないんですという方は、じゃあ逆にでかいの不動産どうですかというのも一つのパターンですし、あと、割と不動産投資でですね、いい条件が揃ってきてるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、ちょっと不動産投資法の今回お勉強というか、おさらいというかですね、お話です。まず不動産投資といってもですね、大きく分けて3パターンあります。で、まずは自宅の転売と。自宅買ってね、売ったら儲かったというパターンですね。これ例えばシドニーなんかだと、10年前に、2、3000万で戸建てを買ってた方は、今売ると1億超えてるというのが、ざらにあります。これは非常に美味しいですよね。ですから、まあ、日本であっても、まあ、自宅、住みたい場所、住んでる場所が、値上がりできる地域、ね、あるいは値下がりしない地域であれば、この方法も面白いかなと思います。2番目、買って貸すっていう手法ですね。アパート大家さん、金持ち父さん、貧乏父さんなんかで、まあ、一般的に、不動産投資というと、この形を連想される方が多いのかなという気がします。まあ、ただ実際問題ね、いい物件買ってる方はあんまりいらっしゃらないと。融資が出るか出ないかで、変な貸す物件をつかませられちゃってる方が多いなというのがですね、この不動産、持ちましたなんていうのを見て、あるいは聞いたりして思っていることです。で、3番目、投資の転売。これはね、売って、買って、こうやって売ったらいくらになるというのを読んでですね、読み通り行けば儲かると。で、読み通り行くかどうかというのは、やはり経験と入り口、出口がきちんと読めるか、途中の加工で間違いなく、遂行できるかといういろんなハードルがありますけど、逆にそのハードルさえクリアしてしまえばですね、できる人少ないで儲けやすい方法です。この3パターンありますので、それぞれね、資金力、性格、あるいは住んでる地域、今の仕事なんかによって向いてる不動産方法、投資方法変わってきますけど、不動産投資に興味があって、このパターンのね、不動産投資がしたいとか、あるいはいくらぐらいを増やすにはどうしたらいいかなっていう、ご相談があれば、お気軽にご質問ください。本日は不動産投資の3つのパターン、ね、どんなパターンがあるかのざっくりとしたご紹介でした。以上、転売王堀秀夫でした。